rated M for mature. Sega. Since before history, there has been a balance. The Umbral Witches controlled the dark, while the Lumen Sages controlled the light. But 500 years ago, an untold event shattered that balance and led to a dark period of war. Their kind was extinguished by a fearful humanity, spellbound by the Lumens. All the Umbral Witches were slaughtered, except for one. The one they call Bayonetta. ベヨネッタのデザインコンセプトなんですけど、あの魔女という設定なので、まあ、舞台は現代になるので現代によみがえった魔女っていうことでデザインを作り出しています。キャマン闇の力を使うベヨネッタに対して天からの使いであるその天使というものを、敵の側に設定していて、善と悪であの光と闇が逆転しているイメージのそういう世界観にしています。ベヨネッタは記憶をなくし現代によみがえって天使たちと戦いを繰り広げています。その謎はゲームを進めていく上でベヨネッタ自身が記憶を取り戻していくと同時に、I've been there before. ゲームをプレイしているユーザーが、ベヨネッタっていうゲームの謎に迫っていくことになります。魔女であるベヨネッタが敵対するのはどういったものかっていうのをスタッフと話をしていて、同じ悪ではなくて善をテーマにした敵の方が面白いんじゃないかっていうところから敵が天使っていうふうになりました。普通にまがまがしいというか悪魔悪魔したデザインは見たことがあるのに対して、天使が敵っていうのはどんなのかっていうのは全く見たことがないので、私自身そのデザインをしていて制限がなく、まあ、デザインができたポイントです。ベヨネッタの武器武装の設定なんですけど、手に銃足に銃っていうその全身武器っていうそのスタイルを思いついた時に、あの当然そのスタイル自体があの斬新で魅力的ではあったんですけど、実はそれ以上にあのこれは非常にゲーム向きなスタイルだっていうことに思いついたんですよね。悪魔の力が宿った特別な武器っていう設定をしています。でそうした武器っていうのをベヨネッタはどっから調達するかなんですけど、あのもう一人登場キャラクターにロダンという男がいて、彼はあの人間に姿を変えた悪魔なんです。 I got a little present for you。 ベヨネッタの武器の種類なんですけど、それはもうあのショートレンジに向いたものからロングレンジに向いたものまで、またあの素早さであったりだとか、その重いんだけど威力が大きいっていうものだとか、でそれはあのまた装備の位置を変えることでもまた性能が変わったりしますし、まあ、そういう意味でもあのベヨネッタをカスタマイズするっていうそのプレイヤーの可能性っていうのはたくさんもう無限に広がると思います。